海の始まり、角の池松壮介の言動に視聴者ぶつぎに、夏くん、目黒蓮がかわいそう、鬼ラインが怖かった。目黒蓮が主演するドラマ、海の始まり、富士テレビ系の第10話が9日に放送された。以下、ネタバレあり。月岡夏、目黒は交際していた、桃瀬弥生、有村霞と別れ、娘の名雲会、泉谷星名と二人で暮らしていくことを決める。 夜、パソコンで、ひとり親支援の情報を調べている夏は、ふと学習ドリルを手に取り、何も書かれていない名前の欄を見て、ペンを取り出す。なぐもと書いたところで手を止める夏。海の名字を、今後どうするべきか、思いを巡らす。夏は、会社の先輩、藤井、中島歩と、居酒屋へ行き、娘がいること、そして、その娘と二人で暮らすことを決めたと伝える。 すると、藤井は自分の奥さんが入院した際、子供にご飯を食べさせ、寝かしつけるだけで一苦労だった経験談を語る。